あーどうも、今日はカモメでお送りさせていただきました。南知多にやってきたんですけど、漁港の町ですよここね。南知多っていうと海の近くなので夏のイメージがあると思うんですけど、うん、そうですね、海のイメージありますよね。これ実は秋も暑いと、うん、いうことでだって今11月やで、11月の中旬でなかなかな、俺半袖で来たからねほんまに。ということで今回は、圧巻やなこれは、柔らか、今しか見られない絶景から超お値打ちなグルメまで、モノマネ芸人 JP が南知多で丸々の秋を大調査。 JP のこの目で確かめさせていただきます。まずは南知多で見つけた行楽の秋。やってきたのは観光農園花広場。バンテリンドームおよそ2個分という広大な敷地で四季折々の花を楽しむことができます。今の季節に楽しめるのが、うわすごい量のコスモス。いや満開じゃないですか。そうですね、今見頃を迎えております。めちゃくちゃ綺麗や今まさに見頃なのがコスモス。しかし花広場の秋、これだけではなく、ひまわり、あれそうなんです、6月から12月までひまわりが咲いております。なんと今の時期はコスモスとひまわりを一緒に楽しむことができるんです。南知多の温暖な気候を生かし冬でもひまわりを咲かせることに成功したんだとか。すごい、さらにすごいのが展望台からの景色。おーすごいこれは思ってた以上にすごいぞ。もうなんかグレーの20万人コンサートやってるみたいな。今11月の景色じゃないよこれ。そばにいたいよ、黄昏に歯を染めて膝枕。そんな JP さんも大感動のコスモスとひまわりの共演は11月いっぱい楽しむことができるそうです。続いては南知多で見つけた食欲の秋。ギョギョ、うん、見てください、魚広場がありますね早速行ってみたいと。ギョギョ豊浜漁港に隣接している豊浜魚広場では、毎日朝夕2回の競りで買い付けた新鮮な魚介や干物などの加工品、鮮度抜群な海鮮グルメなどが楽しめます。中でもこれからの季節、南知多に来たら絶対に食べた方がいいというのが、今フグです。あ、今フグ、はい、今先月ぐらいから漁が始まったんで、うんうん、今ちょうどもう時期です。最盛期。実は愛知県はフグの漁獲量が全国トップクラス。そんなフグを市場食堂では超お値打ちに食べられるそうなんです。どうぞ。まだ来るんですか。わすごい。フグのもうフルコースじゃないですか。フグ料理これ以上のバリエーションもないでしょ。今が旬の天然トラフグを使ったフグ定食。てっさに焼きフグ、煮付けなど5種類のフグ料理に、日替わりの小鉢、ご飯にお味噌汁がついた超豪華な定食です。早速てっさからいただきます。身が引き締まってるわこれ。歯ごたえが、ありがとうございます。うん、ポン酢のこの酸味がフグの甘みを引き出してますね。めちゃくちゃ美味しいわ。3日間寝かせて身を熟成させることで水分が抜け、旨味や弾力が増すんだとか。続いては甘辛い味が癖になる煮付けをいただきます。すごい大きいですよこれ。柔らか、めちゃくちゃ食べ応えありますね。口に入れた瞬間、ふぐ詰まってますか。詰まってぎっしり、うん、その他にも旨味が凝縮された焼きふぐや、コラーゲンたっぷりでつるっとした食感の鉄皮など、1人前に 3,4 匹のふぐが使われているそう。定食でこんな本格的なフグをいただけるってすごいですよ。ここならではじゃないですか。その極
気になるお値段は3500円です。3500円全部ですか。なんと破格の3500円。なぜそんなに安く提供できるのでしょうか。漁師さんから直接買ってるんで、うん、はい、あの仲買の仲介料を取らない。それだからこの価格でトラフルグが食べれるっていうこと、はい、うわすっごい。こちらのフグ定食は3月までの限定販売です。最後は南知多で見つけた芸術の秋。訪れたのは若者に大人気のスポット、はい、カフェこちらです。カフェこちら、カフェなんですか。まあ失礼ですけれども、このちょっとこのまあいわゆる廃墟、はい、よくよく言ってくださいました。美浜町にあるカフェエリオット、もともとユースホステルだった場所を20年前カフェに。このカフェのどこに芸術の要素があるのかというと、あの、はい、思ってたよりしっかり美術館、多分ね下の常連さんでも上が美術館って、ね、うん、ご存じない方多いと思います。なんと2階には美術館を併設。パリの高級ホテルリッツにギャラリーを持っていたフランス人画家ディレセ夫妻の油絵作品を展示しています。エリオットで楽しめる芸術の秋はこれだけではなく、ここもカフェの一部でテラス席って。あ、これテラス席なんですか。そうです、そうです。うわーすごい、おしゃれ、階段を登った先には目の前が海というテラス席。また空気が澄んでいる今の時期は特に美しい夕日が望めるそうです。そんな夕日をさらに芸術的にするのがメンスのゴンドラです。え、お店の一番人気メニューベニスのゴンドラ。オーブンで皮ごとじっくり焼いたバナナに冷たいアイスとカラメルソースをトッピング。イタリアベネチアのゴンドラをイメージしています。バナナがね、ほんのり暖かくて、そう、ほんのり暖かい、冷たいアイスと苦いカラメルが混ざって美味しい。海とこのベニスのゴンドラめちゃくちゃ映えますね。ベニスのゴンドラを前にすると目の前に広がる海が地中海のようにも見えるとか見えないとか。ぜひ皆さん、南知多の秋の楽しみ方試してみてはいかがでしょうか。ベニスのゴンドラ乗って帰ります。